ハムスター街のエハムスター街はドイツで買い占めのことを表す表現である。ハムスター街の語源となったドイツ語の単語、ハムスターコーフのハムスターは食料を溜め込む習性のあるハムスターを動詞にしたもので、コフは動詞カウフェンの名詞形で購入や買うことを指している。なお、この表現はコリンズ・ジャーマン・イングリッシュ・ディクショナリーによれば男性名詞である。つまり、 ハムスターが頬に餌を頬張る習性になずらえて食料を買い占めることを表したのがハムスター街である。日本語で言うとこれは買いだめにあたる言葉である。この言葉が世界的に注目されるようになったのは2020年3月の欧州のロックダウンが始まった頃からである。ドイツではトイレットペーパーや食料が品薄になり買いだめを意味するハムスターゴーフというドイツ語が 突如ニュース上での品質単語となった。またコロナショックは世界規模で起こっていたため他の国でも同様のことが見られた。その中でオランダの大臣が食べ物を溜め込まないようにと警告し、それを手話通訳者がハムスターのようなジェスチャーで表現したことから広く知られるようになった。フィンランドでもトイレットペーパーアルコール種子消毒剤。 パスタ、トマトソースなどが一時期ハムスター買いで品薄になったものの一週間後にはこれからは物資が不足することはないのでハムスター買いをして他社の分まで買い占めようとしないでくださいという声明が出されている。また2020年には英国の在庫ノミストが発行する1843紙に掲載された Do you speak コロナ ?A ガイド2コビッ i 1 9スラングにもその名が用いられた。モーニングブルーの中でハムスター街という言葉はドイツの食料品店がコロナ禍においてハムスター街の波を受けていることからできた言葉だと分析されている。ありがとうございます。